一平が大谷に7億の大金を借りれた理由ってこれじゃね？大谷が賭博のこと知らないってことなら7億どうやって借りたんや、大谷の口座管理でもしとったんか？一平は今年からペット商品ビジネス立ち上げの準備をしてた。おそらくこれの資金繰りちゃう。ああ、これをネタにして7億円払ってもらったのかな？一平マジで罪重いなこれ。大谷も犬好きだし。昨日までは大谷もこのビジネス赤フォローしてた、もう切ってるし、会社事業の資金繰りでギャンブルして失敗したんやって言われたら大谷なら7億なんか即肩代わりするやろな。これだったらガチで一平100大谷0やろ。デコピン関連で成功間違いなしやったのに。アホかこいつ。大谷のデコピン推しもこのビジネスが影響してそうやな。ほんま何やってくれとんねん一平。ありえるけどそれなら事業の投資と嘘ついたってのも報道されてそうだけどな。まだその情報出てきたとこちゃうか？テレビは適当な報道するわけにいかんし。これやったら大谷のイメージは下がらんけどデコピンが一平のビジネスのために露出してたってことになるから胸クソではある。